たまわです。あまわは自民党員ですね。だから、自民党の政策にはなるべく、ね、忠実であろうとしています。今 GoTo キャンペーン政策、まあ、インバウンドの第2波、ね、インバウンドの第2波でしょ。まだ観光客来ますか言ったら、どう来てる。大須では、白人も見つけた。人気あるからね、アニメもね。さて、まあアニメ以外もあるし、もちろんもともとアニメの街じゃないからね。だけど世界的にアニメっていうのはどの国の人もアニメの本国、日本、憧れの的。そして今アニメの街としてすごく元気あるの大須やから、実はね、実はそうなんです。秋葉原壊滅したでしょ。それは恵比寿町は古くから電気屋とゲームアニメ PC8 センチNEC のね、あの時代から立ち上がってる人気あるスポットやね。あっこ面白いよ。うちは、ね、大阪出身やし、ね、アニメだけじゃないから、あっこはもちろんね、それは大須よりアニメ関連ってめちゃめちゃ多いよ。もちろんね、大須はアニメ以外の店舗が多いね、はるかに。それが大須のええとこやね、実はね。で、すごい年齢層幅が広い、大須はね。で、日本人の高齢者が行きたがる街でもある、大須はね。こんなもん秋葉原や日本橋恵比寿町とはちょっとちゃうでしょ。で、大須観音があるからね。観音さんやもの辺には浄土真宗2種類来てるし、来てるいうかね、来てます来てますで、いろいろあんねん、ここは神社仏閣が。それが秋葉原や、しつこいな秋葉原ないからな神社仏閣ないからな、ここは。恵比寿町の方もないよ。うん、まあないねん。恵比寿町って言いながらないねん、あんまりないねん。もっとあって叱るべきやな、でしょ。あったらあったら恵比寿町の能力減災してしまうかもしれないし、よう言わんけどな、どうこっから先は。さて、多治見ね、とうとう標榜して、もっと標榜って自称って意味やけどな、もちろんな。そやけど、その東アジアの共通文明な、共に成長したやんか、東アジアではの同時期はな。今東アジアに外交上の困難の問題があるだけやねん、実は。まあ、田中明の石破さんが首相になったら解決やの。実はあと、その慎重派やもん、むしろ反米派やからな、田中派はな。ロッキードうんぬんじゃないけど、でんでんな。さて、いや、安倍さんでも岸っちゅう人は中国とすごいパブ持っててんで。あちあちは独特やねんからな。あれを独特って呼ぶの変か。うちらから見たら安倍、声優会系の方が独特やで、なんかな。だからよかったんちゃう。安倍のミクスなんか制作な。声優会系やなかったら、できるか、できるわけがない。声優会系の有名な高橋小力也もおってんから。な。一方、憲政党の方は今の田中の流れになってるけど、浜口調査中心の親戚やけどな。あの経済政策な、みんな怒ってんのか知らんけど、しゃあないやな。あれ政治的な解決だったんでしょ、金解禁っていうの。さて、じゃあ多治見はインバウンド、そしてインバウンドの第2波であるこの GoTo キャンペーン政策、観光客呼べますか。全然呼べてなかった今まで。硬いもん多治見って、客の柱に慣れてない人多いね。気難しいからな、もちろん職人都市やったから、ずっとな。陶磁器の職人は少ないけど、陶磁器のメーカーがあって、その元の職人家だけ、もちろんな、ずっと千年間職人家だけ。うちらのうちの大先祖の比叡のあれが日本先住民恵比寿民族の首都を置いてた比叡のあれで、エタヒネのな、比叡エタヒメな。その時代も職人家だけだったよ。その時代の、まあ、比叡のあれの、お城いうか、まあ、それは元町丘にあって、あっちのね。この辺何やったか、この辺お部屋敷言うてた。お部どころな。要するに食堂っていうか、まあ、食材管理いうか、まあ、要するに、豊受けシステムがあって、この辺。この、お土が今住んでる、この場下にあって、実は。だからここ押さえてるんで、もちろんな。
手放さへんで、もちろん当たり前やろ、うち豊受けでもあるからのでしょ。さてじゃあ田島は飛んだらいいんちゃう。もうすもうないやん、失うもん金あんの、残ってんの、もう失うもんなんかないの、他の町は失うもんはあんねん、田島には失うもんなんかないねん、読んだらええねん、病気になったらええねん、それでも田島 GoTo 政策で一人勝ちできるんちゃう。そっからやろ、健康云々言うのは金が、金できてからやろ。せやろ、いろんないろんな社会政策はあるよ、そら社会保障政策はな、そっちが好みやったらそっちに進んだらいいだけな、職人がな。分かった。